シラノ・ド・ベル・ジュラックは、エドモン・ロス・タン作の語幕の陰文技曲。題名通り、17世紀フランスに実在した、剣豪作家、シラノ・ド・ベル・ジュラックを主人公にしている。サラベル・ナールを介して知った俳優、コンスタン・コクランの依頼で書いた。初演は、シラノ・ボツゴ242年の1897年。 ポルトサンマルタンザの12月28日の初日から500日間、400回を打ち続け、パリ中を興奮させたと言われ、移行今日に至るまで、フランスばかりでなく、世界各国で繰り返し上演されている。メディアを再生する、シラノ・デ・ベルジュラックヌ・カタロップクが、新国劇の沢田章二郎のために、シラノ・デ・ベルジュラックを本案した、シロやベン、従郎は、 1926年1月に法学座で初演され大成功を収めた。翻訳は楠山正夫。この本案では舞台が幕末から明治の日本に移されている。その後、弟子だった島田翔吾がこの作品を一人芝居の形にし、島田は2004年に98歳で亡くなるまでこの作品を演じた。島田の死後、 弟子の尾形健太この作品の上演を行った。舞台は幕末の京都。武士の白屋弁十郎は、須作隊の大使で、いとこの千草に恋心を抱き続けていた。ところが、若い大使のクルスから千草への思いを打ち明けられ、彼の代理で恋の歌を読むことになる。二人は戦場に赴き、白屋は恋の歌よりを送り続けたが、クルスは戦死。 十数年後、白ヤは落ちぶれて、普通に使えるちぐさと再会する。1973年には、ブロードウェイで、シラノとして、ミュージカル化。1993年にはオランダでとして、ミュージカル化。日本版を2001年12月に上演。2009年4月、スペインで、世界初演が予定されていたミュージカル、シラノは、マドリードで予定されていた。 世界初演が延期になったため、加賀武士の主演、ヒロインのロクサーヌ役長海光により、日生劇場にて2009年5月5日に世界初演が行われた。2013年1月に再演されている。映像化も幾度となく行われている。最も有名なのは、1950年のホセ・フェラー主演作で、この作品でフェラーは、 アカデミー賞の主演男優賞を受賞した。1990年には、ジャンポール・ラプノー監督により、フランスで制作され、こちらも、主演のジェラールド・パールデューが、アカデミー賞の主演男優賞候補になった。1987年には、舞台を現代に置き換えたスティーブ・マーティン主演の、愛しのロクサーヌがある。1959年には、 時代劇映画として本案された稲垣博監督、三船敏郎主演によるある剣豪の生涯がある。また、2012年には本作の舞台を現代に置き換えたディズニーチャンネルのオリジナルムービーレッド・イット・シャインが制作された。また、白やベン、十郎は3回にわたってスペシャルドラマ化された。この儀曲は各国で頻繁に上演されているが、 ここでは日本における主な上演記録を列記する。上演に使われた台本のほとんどは、次の2本である。1922年初版、達野隆鈴木慎太郎協約の、白野ノ・ド・ベル・ジュラック1926年に初めて、使われた、ヌカタ・ロップクによる本案、白屋・弁、十重郎、白屋は、主に、新国劇により、その解散後は、元劇団員により、 上演されている。他に、ミュージカル作品がある。なお、以下で、主演は、シラノオ役、ロクサーヌ役、クリスチャン役の順である。ありがとうございます。